私は猫飼ってるんですけど、その猫のお腹に顔を近づけて猫を吸ってる時が一番私は幸せです。やりすぎました。これぐらい大切な人のためにコンタクト治療用品を利用してみませんか。なるほど、はい。ああ、なるほど、はい。なるほど、はい。大切な瞳のためにコンタクトケア用品を見直してみませんか。大切な瞳に。今日は研究所の研究員っていう設定だったんですけど、なのでこう白衣を着れて、なんかこう研究員になりきれた感じで楽しかったですし、グリーンバックだったので今日は見ることができなかったので CM の完成がすごく楽しみです。これはそうですね、私の、大胆な夢なんですけど、本を読みながら髪の毛を乾かしてくれる機械があったらいいのにとずっと思ってて、誰か開発してくれないかなってずっと思ってて、なのでもし機会があったら研究してみたいです。私は猫飼ってるんですけど、その猫のお腹に顔を近づけて猫を吸ってる時が一番私は幸せです。すごいモフモフであったかくて、なんかこう落ち着くというか、ちょっと疲れたなと思ったら猫を吸いに行ってます。昔からもともと少し気になってはいたんですけど、西洋絵画とかなんかこう絵画の世界に興味を持っていて、世界史とかを高校生になって習い始めて、なんかこう世界の歴史だったりとかヨーロッパ世界のことだったりが分かると、なんかこうすごくまた絵の見方が変わってきて、面白いなって感じて、この間本を買いました。